中心点にこれ足がつくわけですから、そういう意味ではちょっと背負い投げよりは浅めに入るということになります。それでですね、この釣り手ですけども、親指を外して、親指の握りをこう外した方がいいと思います。慣れないうちはですね、外してこういうふうに釣ります。ですから、こういうふうにこの肘がこうならない、肘がこうならない、自分の肘が相手の胸につくように、こういう感じで釣ります。こういうふうに伸ばさない、この握り手よりも肘が相手の方に出て、肘が相手の方に出て、こういうふうに釣るというんですね。これが釣り手です。